ハッピートイチャンネルへようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。ミニプラ Q 玉合体シリーズ01 Q 連合が完成いたしましたので、ではこちらの方ミニプラたちをですね、召喚してみましょう。いきます、せーの。はい、ということで、ミニプラ Q 玉型シリーズ01 Q 連合の、それぞれのですね、獅子ボイジャーの AB、 そして狼ボイジャー、王子ボイジャー、カメレオンボイジャー、カジキボイジャーということなんですけど、はい、こちらカメレオングリーンなんですが、パーツがありません。そしてシールもないです。で、こちらのシシボイちゃんもですね、シールがここのところが欠損してます。で、オオカミボイちゃん目のところのシールがありません。で、その他の、オオシボイジャー、カジキボイジャーもですね、シールが足りてません。で、どうしてこういうことになってしまったかというと、ハッピーパパが、この9連を隠してたんですけど、それをハッピーリュウ君が見つけてしまって、一人で作ってくれました。そしてパパがお仕事から帰ってきて、ハッピーリュウ君が自慢げに、パパ全部作っといたからねって言ってくれたんですけど、まあ、結果こういうことになっちゃったわけですね。で、パーツ、そしてシールの方が、欠損していて、不完全な、Q 連合の紹介になってしまうことをお詫びした上で、6歳の子がちょっと作ったものなので、そこはご愛嬌と捉えていただいて紹介させていただきます。ハッピーパパですね、最後にミニプラを作ったのは、特急ジャーシリーズのロボットが最後になるんですが、その頃と比べると本当格段にパーツのクオリティが上がってるなっていう風な印象を受けました。まずはシシボイジャーから見ていきましょう。シシボイジャーなんですが、かろうじて、顔の部分は、シールの方を貼ってくれてました。はい。で、こちらですね、正面から見た感じがこんな感じなんですけど、本当爪の部分だったり、このなんていうんですかね、銀色ネズミ色のパーツ部分だったり、結構今までシールでだった部分がこういう風なプラスチックパーツに、彩色パーツに変わっているっていうところがすごく驚きました。正面から見た感じもですね、かなり完成度が高いというか、クオリティが高いって言った方がいいんですかね。で、こちらの方上から見た図、シシボイジャーが上から見た図になるんですけど、これでもですね、ここのとこシールで、ここにも本当はシールがあって、こんな感じの色のシールがあったと思われるんですが、すごくないですか。ほとんどシール、これ顔、こちらのシシボイジャー顔と、あとはここの部分、頭の部分とここの部分だけなんですね。いや、本当にクオリティ高いですよ。で、裏から見た感じもこんな感じなんですね。ほぼデラックス版と一緒かなっていう風な、印象をハッピーパパ受けました。いや、完成度ほんと高いです。で、これがオオカミボイジャーのミニプラですね。はい、すごくないですか。本当に完成度高いんですよ。こちらがデラックス版のオオカミボイジャーなんですけど、見てください、これシール全く貼ってないんです。シール、もうなくなったっていうか、ハッピーママが全部捨ててました。いや、それはいいんですけど、ほら、すごくないです。青の部分は青、そして、グレーの部分はグレーという風な形で、かなり本当にクオリティが高いんですよ。ほんと細かい部分までプラスチックパーツでこだわっているっていうのがすごくよくわかりました。はい、上から見た感じはこんな感じですね。こんな感じになります。はい、で、下から見た感じがこんな感じ。はい、狼ボイジャーです。狼ボイジャーがシールなしでもクオリティが高いっていうのがすごくわかります。
はい、こちらはオーシーボイジャーですね。オーシーボイジャーもクオリティ高いですよ。目のパーツ、ここの目のパーツはプラスチックパーツです。今までだったらシールじゃないかなと本当思うんですけどね。で、口の部分もちゃんと、はい、黒になってます。で、ここの、キャタピラ部分に関してはこちらはシールになってるんですけど、まあ、このオーシーボイジャー1枚だけですね。あ、1枚だけでもないか。あ、オーシーボイジャーはほぼ、あ、シールも生き残ってましたね。いやいやいや、はい、こんな感じです。すごいですよね、本当に本当にすごい。いやー、これは嬉しくなる。で、次がまあ残念なカメレオンボイジャーなんですが、ここのパーツのところがハッピーリュー君忘れちゃったんですね。まあこれはもう仕方ないです。でもすごいですよ、ほら、茶色の部分、そして銀色の部分が、まあ可能な限りと言ってもいいぐらいじゃないでしょうか。まあ同じような色のパーツ、特に目のところもこれですね、赤のパーツが使われています。こちらカメロンボイジャーに関してはシールは本当に9玉のとこぐらいで、あとは全部ないです。でもこれだけのクオリティ出せてるんですよね。すごいですよ、9連王のミニプラ。で、こちらのカジキボイジャーもですね、ここの部分がパーツが欠損してます。申し訳ありません、本当に。まあなんですけど、本当にクオリティ高いです。はい、シール、ここの部分ですね、目と部分と、あとはこっちのくちばしの部分ですね、なんですけど、本当にクオリティが高いと、もうすごいクオリティ高いな、本当にすごいですね。と、あの9連王のミニプラすごい。で、これがミニプラの、9玉になるんですけど、こうやって遠近法を使うと完成度が高いのがよくわかりますよね。まあ遠くの方もちょっとぼやけてるんですけど、まあ強いて言えばここの01とかっていう、ここの番号がないっていうところと、あとは、こちらの方の図柄がですね、外側ではなくて中の方に、裏表にですねシールが貼られているっていうところが特徴的ですね。それぞれの、まあ、特徴の、柄、まあ、獅子ですね、獅子ボイジャーだったら獅子が、書いてあってというか出てきてて、で裏がこんな感じですね、コックピット画面。まあ、こちらの方のデラックス版はライトが、バックライトが当たることで浮かび上がるって感じなんですけど、こちらはもう中の方に、はい、もう乗ってますね。シシレートが乗ってます。はい、では9連王に合体させてみましょう。まずはシシボイジャーから準備をしましょう。はい、ぐるっと回して、でここの、ビームガンかなのところを直します。はい、これで、完成ですね。では次は狼ボイジャーです。狼ボイジャーはもうこれで、はい、完成ですね。足の部分、左足にしましょう。はい、次はオーシーボイジャー。オーシーボイジャー頭を上げて、キャタピラーの後ろの部分を下ろす。はい、これだけで準備完了です。これ右足です。はい、次はカメレオンボイジャーですね。カメレオンボイジャーは足の部分をぐるっと前の方に持ってきて、でここの9玉をぐるっと回します。はい、これで左腕ですね。はい、カジキボイジャーはもう簡単ですね。はい、これで準備 OK です。これで、右腕になります。はい、それではそれぞれのボイジャーを合体させていきましょう。あ、失礼しました、狼ボイジャーはここをくるっと回さないといけないですね。はい、あれ、ちょっとお待ちください。この状態で狼じゃダメですね。ここがコックピット画面にならないといけないので、今から直します。せーの、はい、ということで、こちらがコックピット画面になるようにちょっと中を入れ替えました。はい、では狼ボイジャーを、はい、ドッキン。オーシーボイジャーも合体させたんですけど、オーシーボイジャーはシールが頭と足が逆になってます。これ直します。はい、頭と足の方のシール向き全部変えました、元に戻しました。はい、右足部分をでは合体させます。はい、ドッキン、あれ、ドッキン、
よし、はい、はまりました。次は左腕、カメレオンボイジャー。もうこれは簡単ですね。はい、ドッキング。はい、最後にカジキボイジャーをくっつけて、はい、これでドッキングは完了ですね。さあ顔をです、出しましょう。よいしょ、はい、完成。9連を、シシボイジャーの顔の部分、ここの部分もパーツがなかったです。仕方ないですね。で、まあ可動部分としてなんですけど、顔ですね。まず首がこういう風に動きます。あとはまあ肩ですね。肩が動いて、であとは肘、あ、肘取れちゃった。肘の部分、そして、股関節と、あとは足のところの関節、足の関節のところが少し余裕がありますね。あとは腰です。まあ、ここのところが最大ですね。これでまあポーズとかも取りやすいですね。スーパーギャラクシー。はい、ということで、箱と同じポーズを取らせてみました。すごいですね。すいません、可動部分が抜けてました。膝も曲がります。ということで、かなり可動域が、可動箇所が多いので、すごいポーズが決められますね。いや、もう本当こういう風にしてですよ、ミニプラだけですよね、こんなかっこいいポーズが決められるというのは。まあデラックス9連音も、サウンドギミックであったり、まあ、他のデラックス版の、ボイジャーシリーズとですね合体できるし、頑丈っていうところはすごくいいんですけど、まあこちらのミニプラの方はこういう風にポーズが決められるっていうところが一つで、ハピーパパがもう一つ本当気に入ったのはこのクオリティですよね。本当今までだったらシール、まあ特急ジャーの時ぐらいなんですけどね、シールとかで、まあパーツのところをこう、この色の部分を、してたと思うんですけど、だけどこういう風にしてもプラスチックパーツで彩色、まあ、最初からされてるパーツをこういう風に使うことで、本当かなりクオリティが上がってると思います。でこちらの方のですね、9玉回すライドの、機能自体はないんですけど、9玉自体は回すことはできますし、クリアパーツが採用されているっていうところで、こちらの方でもクオリティを上げているっていう、風に思います。もう本当楽しいです。だからこそシールとパーツがないのは残念。いや、まあそれを言う、もう言っちゃいけないですね。ハッピーリュー君が頑張って完成させてくれたので、まあハッピーパパ、こちらの9連を大事に使っていきたいと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあちょっとですね、パーツシールの方が、欠損しているっていう風なちょっと事態が起こって、ちょっとですね、不十分な内容になってしまったことは本当申し訳ありません。ただミニプラ9連を本当にクオリティ高いです。これはもう本当買う価値ありますね。はい、ということで、まあ、こちらの方でですね、9連をまたですね、続々とサソリボイジャーだったりとかも発売されていくと思いますので、そちらの方も購入してまたアップしていけたらと思ってます。今度はシールパーツがなくならないように気をつけていきます。はい、ということで、ハッピートイチャンネル、いつもご視聴していただいてありがとうございます。ご感想ご意見、チャンネル登録をしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回ですね、ミニプラ9玉合体シリーズ9連王をですね、開封はしてないか、開封はしてないですね、作成の方を、した完成版を紹介させていただきました。以上です。かっこいいです。本当にミニプラももちろんこうやって手足を入れ替えたりっていう風な遊びできますよ。すごく楽しいです。